しっかりこう足を上げてね投げていくバランスの良さ。打球はセンターの前でワンバウンド、1番の茂木がセンター前ヒットで出ます。ノーアウトランナー1塁。打球は右中間、右中間真ん中抜けていきました。ワンバウンドしてフェンスを越えました。グランドルールダブルエンタイトルツーベースになります。フルカウント、抜いてしまいました。フォアボール、詰まった打球ショートゴロ、セカンドフォースアウト、一塁はセーフです。三塁ランナーが帰っています。イーグルスが1点先制しました。まっすぐでいった、打ち返した。打球はライトの右を破っていきます。ランナーが1人そして2人帰ってきます。2点タイムリーツーベースになりました。島内、イーグルス打線が立ち上がり佐々木朗希から3点取っています。いいバッティングでした ねフルカウントからストレートを、ね、思い切って引っ張りましたね。これは狙ったと思いますけど、いいバッティングでしたね。見事に捉えた島内、いい打球、完全に狙ったところに、ね、行ってるかというところもありますよね。引っ張った、打球はライト線、二塁ランナー島内が帰ってきます。鈴木大地もタイムリーツーベース。イーグルス1回の表、佐々木朗希から4点。ジジさん、はい、なかなか佐々木朗希が立ち上がりこれだけ捕まるというのも見たことがないんです。そうですね、ただまあフォークボールはちょっと高いですよね、やっぱり。あ、これスライダーか。予定よりイニング数は短くなりそうです。島内また打ちました。左中間、二塁を狙おうとしますが止まります。この回の先頭バッター島内がヒットで出てノーアウトランナー一塁。ベテランの島内がよく打っています。先ほど打つしています。打球はどうだ、レフトの前、ポランコの前でワンバウンド。ポテンヒットの形になりました。太田の打球ちょうどセンター岡、レフトポランコ、その2人の前に落ちました。押し込まれたような打球だったんですが、ポランコ